今回もやっていきましょう。信長の野望、覇王伝、秘密シリーズ。知らない人は知らない、知っている人は知っている、でも、全部は、見たことない?という内容になっております。では、早速行きましょう。岡本、前鉄。ご存知、佐竹家の、頼れる大高僧。鉄伝、にある通り、佐竹一族に次ぐ、家中の重鎮でもあります。ところが、シナリオ、ゼロ、畠山美集家に、岡本前鉄、登場。しかも、この、赤い米印は、三千と輝く、一文集、の文字?佐竹と、畠山って、何か関係あるのか?ドキドキ。とにかく、本当に一文集なのか、確認してみましょう。紛れもなく、一文集ですね。小山言った。と、ここまでは、ゲームカタログ域3にも記載がある、バグ、ですが、開始26年以降、この画面を見た人は、少ないでしょう。息子も登場、あれ、なんか正しい、土浦城、に出ましたね。しかし、しっかり畠山一門です。父、前鉄も、土浦城の設定だったが、畠山家が城を支配していなかったため、雑賀寺に出現したと思われます。よって、正確には、岡本前鉄のみでなく、前鉄、賢越、略して、前越ともに、畠山氏の一門衆になっていた、と言えます。次に、同様の事案が、もう一つ。シナリオ、ゼロで、さぬき、淡路を治める、細川持高。阿波守護家の当主ですが、大内家の重臣、内藤氏の高代が登場。この通り、しっかり後を告げます。そして、ウィキには、高代しか記載がありませんが、実は、叔父の高春も、細川家に一門衆として登場します。この通り、こうなると、気になるのは、高春の父で、高代の祖父である、沖森ですね。やはり、一門衆でした。内藤氏の一族が、細川、阿波守護家の一門になっている、というのが、正確な情報です。バグですが、最後に、経路の違う、と言っても、これもバグですが、今、変なのいましたね。これは、なんということでしょう。どうなっているんでしょうね?スペースは、正の後ろか?なの前か?正の後ろでした、笑い。いかがだったでしょうか?有名なバグではありますが、検証してみたので、楽しんでいただけましたでしょうか?個人的には、まだ、覇王伝、最大の謎が残っていますが、それは、また、次の機会に、それでは皆さん、アテブレイベ、オブリガード。